多重露光で撮られた写真のタ多重露光とは、写真撮影における技術の一つで、1コマの中に複数の画像を重ね写し込むこと。多重露出、二重映しとも言う。フィルム巻き上げに連動して、シャッターチャージが行われる機構のフィルムカメラでは、何らかの事情で、コマ送りができずに意図せずしてそうなる場合がある。引き伸ばしの段階で、 同じンガ史上に2つ以上のネガから焼き付けする方法もある。また、フォトショップなど画像処理ソフトウェアなどでも同様の効果を得ることができる。フィルムカメラの場合はコマ送りをせずに複数回録音することで実現できる。初期のフィルムカメラの一部を除き、通常はシャッターを一度押すとコマ送りを行わない。限りシャッターがチャージされないため、 多重録音を行うためには独自の方法やカメラに多重録音機能が付属している必要があった。デジタルカメラの場合は多機能型の高級機種では多重露出機能が付属する場合が多く、多くは2から10録音程度の多重録音が可能である。個別に撮影した RAW 形式の画像を複数枚再生時に合成し、別の画像として保存する機能が付加された機種もある。 多重露光を行う場合は、重ねる画像の枚数に応じ、1枚あたりの画像の露出のマイナス補正を行わねばならない。目安としては、2枚、マイナス 1EV、3枚、マイナス 1.5EV、4枚、マイナス 2EV、すなわち、1露光回数をマイナス補正する。デジタルカメラでは、露光回数に合わせて、自動的に原因を補正する機能が付加された機種もあり、 過重平均、加算平均という名称で呼ばれる。加算平均の他に、フィルムカメラの多重露光と同様の仕上がりとなる。加算、同じピクセルが記録した画像のうち、より明るいものを選んで合成する。比較名、同じく、より暗い画像を選んで合成する。比較案といった多機能を備える製品もある。エビニコン公式サイトディジットゥーター D500。 カメラの機能 AB カノン公式サイト多重露出撮影の方法 AB 富士フィルム公式サイト多重露出撮影オリンポス公式サイト多重露出の機能について教えてくださいデジタル一眼レフカメラ多重露出撮影の方法キャノン2020年5月17日閲覧ありがとうございます